深刻な物価高が続くイギリスで賃上げなどを求める大規模なストライキが行われました。地下鉄が止まり、公立学校の多くが休校になるなど、市民生活にも大きな影響が出ています。ロンドン市民の足の地下鉄も今日はストライキでお休みです。その横、全国各地から集まった医師や教師などが賃上げを求めてデモ行進しています。15日、イギリスでは地下鉄の職員、教師、医師など数十万人がストライキに突入しました。ロンドン中心部では全国から集まったおよそ4万人の教師らが賃上げと教育予算の拡充を求めてデモ行進を行いました。一方、イギリス政府は保育料の無料化や年金改革などを柱とする新たな予算案を発表しましたが、ストで要求されている賃上げについては盛り込まれていません。